我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。毎回素敵なアーティストを迎えして、楽しいトークとまた音楽をお届けしていますけれども、今日も、素敵な賛美が聴けることを楽しみにしております。早速ですけれどもゲストの1曲からどうぞお聴きください。それではどうぞ。はい、ということで今日のゲストはシンバルさんです。こんにちは。こんにちは。シンバルっていうのは、シンジさん、ハルヤさんっていう、その頭文字から取ってる頭文字というか頭文字上の2つずつを取ってる、はい、じゃあちょっと、自己紹介お願いできますか。はい、シンバルのシンの方の、シンジと言います。はい、僕が弟です。はい、じゃあ、私がシンバルのバル担当で、伊藤春也と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、なんか本当にもう随分前から
活躍されていて、ねですね、クリスチャンミュージックの初代 の、 その化石みたいな感じですけどねいやいやあのブラザーレンバンドというバンドでそうですねが始まりなんですね。そうですね。1970年代。いやいや、さすがに80年代だよね。あれまあそう80年ちょうど80年代に僕が生まれた頃ですね。そんな時に生まれたの？かいんだね。いやいや。で、そうそうそう。もともとはハリアさんはドラムも。そうですね、まあ、中学生になった時にやっぱり始めたのはギターから始めたんですけど、うんうん、その頃やっぱ高校に上がった時にドラムの人口が少なかったんですよ。どうしたらバンドに入れるかなって、まあ、最初からその教会のバンドはなかったので、学校のバンド、うん、あ、そうなんですか。そうなんです。高校生の中の、まあ、バンド活動があってバンドをやりたかったもんで、ドラムを担当だったらやれるんじゃないかと思ってずっとドラムを始めたんですね。 その時それで、うん、いつから兄弟でやるようになったんですか。いつから兄弟でやるのはね、もっと前だよ。あ、前ですね。あ、うん、僕が中学校のね、3年生2年生、ね、2年生、うん、きっかけはきっかけは兄貴の部屋に行くとギターが置いてあって、はい、それをいない間にこうガチャガチャやってたんですよ。弾けもしないの、はい、でそれを多分見られたんだとお前もやるかっていうことで、そうだね。そう、私はもともとハリアさんがやっていて、そうですね。でね、前新宿の歌舞伎町で、はい、喫茶店伝道っていうのがあったんですよ。なんか僕も今から30年以上噂ではなんか、はい、読んだことがあります。そうそうそう、記事で。そうそうそう、今シャローム教会っていうのがあそこにあるんですけども、はい、その近くのシオンっていう喫茶店があって、そこで、まあ、今亡くなった伊沢豊さんがリーダーをやってたニューライフというバンドがあって、うん、彼らが中心になって、もうそれこそ大川先生や稲福エルマ先生が来て、代わりがうちのお父さんが来てね、うん、メッセージをして、もうそこでもう音楽ガンガンやって喫茶店伝道してたんですね。そこで2人で歌うようになったのがきっかけ、歌うきっかけですね、2人で。そうそうそう。ね、シンバルさんのお父様は牧師先生なんですよね。だから一緒なんですよね。そうです、一緒です。はい。寝ないでください。同じ教団。だから、そうそうそう、はい、なんかすごく近い。また僕もお姉ちゃんと歌ってるので、ね、そうですね、大体きっかけも同じ感じで、はい、で、今2枚のアルバムが発売されてますけれども、うん、はい、なんかこうそこの歌い文句には、ま、アラフィーでもなんか元気を出してみたいな、そういう感じだったと思うんですけど、はい、そのきっかけっていうのはなんかあるんですか。きっかけっていうか、僕ら一緒に会社を立ち上げたんですよ、数年前に、うん、でその時に、まあ、別々の会社で働いてたんですけども、まあ、そろそろ一緒にやろうかということで会社を立ち上げて、その会社の中のビジョンの一つが2人のやっぱり CD を作ろうというのが、まあ、事業計画の中に入ってましてなんか、ね、昔からずやりたかったんですよ僕は。別々の会社にいたんでなかなか一緒にやることがなくて、はいはい、昔は一緒にやって楽しかったなって思い出があって、まあ、それとやっぱりその兄弟だからできるっていう、うん、なんかそういうね、あ、分かりますよね、はいはい、なんかそういうそのあうんの呼吸というか、うん、ぴったりですもんね。そういうあれでまたやりたいなってずっと思ってたんですよ。だから一緒に会社をやるようになった、っていうのもいいきっかけですね。でその会社がアサフっていう。そうです。で今ねクリスチャンアーティストをどんどんプロデュースし世に送っていると。そのどんどんでもないです死にそうになってますけどいや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 普段は裏に立ってこうプロデュースする側じゃないですか。そうですね、裏方です。でも自分たちが出る時とどうですか、どっちが
ですか。やっぱ裏方の方が全然楽です ね。表にも出ちゃいけないと思いつつも、うん、でも僕たちはもうアラフィーっていうぐらいで50なんですよ。僕は51で彼は49、うん、もうすぐ50ですね。なんで、まあ、僕らがね頑張ってるんだからみんなも頑張ろうよみたいなノリで、うん、いや僕でもCD 聞いてますよ車で。本当ですか。ありがとうございます。なんかねドライブの時にいいんですよねそうなんかほのぼのしててそれで前向きになれて、はい、なんかこう本当にこう一緒に口ずさめるし。本当ですか、うん、ありがとうございます。事故んないでください。曲は2人で書かれるんですか。そうですね、それぞれ半分半分ぐらいにしようかって言って、まあ、今回のウェルカムは彼が5曲で僕が3曲結果的になったんですけど。あ、じゃあ分担して。そうですね、自分が作った曲は自分で責任持って歌ってアレンジして、ギターも弾いてみたいなことでやってますけど、ね、作ってる間は分かんないんですよどんなことやってるのか意外とこう聞いてって出来上がった時に聞かされてわーっていう感じで、その時にハーモニーもつけてっていう感じです。そうそう、骨格にあるアレンジは僕がやってるんで、はい、彼の曲もデモでもらってそれで肉付けをしてる間は彼に聞かせないんですね、うん、出来上がった時にドンって聞かせて。分かります、うん、僕も自分で曲作ってる最中のものは絶対聞かせない、うん、なんかね、不思議とそうなんだよね。照れるんですよね。なんか秘密にしておきたいみたいな。照れます、すごい照れる照れる。どう思われるのかとかね。いや聞かせるのは照れるし、うん、そうそう、デモ作って入って渡して、会社帰る直前かいないときに机のレポート置いといてあ、うん、そこまで気を使ってる、ね、直接いる目の前でこう渡すのも恥ずかしいぐらいです。いやでもね今回彼が作った5曲はすごくいい曲ばっかりなんですよ。兄貴が言うのも変なんですけど、うん、なんかサラリーマンを想像させるような歌詞。あれはね、あっちがハリヤさんですあれは本当に意外とねあれすごくいいですね。あ、本当ですか。お目当てどうすんだって感じね、お給料日前でありがとう。そうなんですよね、まあ、僕も一時期サラリーマンやってた時あったんで、まあ、結構その頃のことを思い出しながら、うん、まあ、苦しくなると実家に帰っちゃったりして、まあそんなことでじゃあ次の曲に行きたいと思うんですけど、はい、次の曲は何ていう曲ですか。そのウェルカムというアルバムからですね、新しいアルバムなんですけど、はい、彼が作ったなんだっけ、プライスレスっていう、プライスレス、なんか聞いたようなね、なんか今流行りですね、どっかで聞いた、お金で買えないもの、そうなんですよ、はい、まさに、はい、じゃあそのプライスレスどうぞお聞きください。
こんにちは。え、何がどういう曲なんですか、ね、これですか。これはあのプライスレスっていうんですけど、あのさっきも紹介されましたけども、あのやっぱ笑顔っていいなっていう、うん、であの、まあ、某ファーストフードに行くと、まあ、今はもう書いてあるのかな、あのスマイル0円って書いてあるじゃないですか。書いてある ね、書いてないけどね今ね、書いてないですね今ね、うん、あれちょっと前にね、そうなんですよ、うん、まあ、プライスレスっていうのはあの最初こうもっと違う題にしようかなとは思ったんですけど、うん、まあ、やっぱね笑顔にこう助けられるっていうかね、あの家に帰ってまず奥さんを見るとあんまりこうスマイルじゃないんですけど、あのやっぱ笑ってるとちょっとああよかった、帰ってきてよかったなって思うわけですよ。あ、そうね、ね、うん、あのそれがなんかこうムスッとしてるとなんかこうね、やっぱ一日の疲れが、うん、またそこでドッと出たりする感じが、うん、あの、まあ、去年作ってあのやっぱあの、ね、震災があって、うん、でやっぱりこう僕もやっぱ落ち込んだし、うん、もう本当に大変な中にある人たちもたくさんいて、うん、やっぱりその中でもでこう悲しいんだけど笑顔に、子供たちの笑顔にこう勇気づけられるとかっていうのはすごくあって、うん、まあ、ちょっとそういう思いも含めて、うん、まあ、作ったですけど。そうなんだ、ええ、そうなんですよ、はい、いや僕らも震災以降何度か仮設の方に回って歌を歌ったり、まあ、あの僕らはあのいろんなクリスチャンアーティストを、うん、なんだろう、プロデュースするんでね、あの自分たちは歌わなくても彼らのサポートをして音響をしたりなんかするために一緒に行ったりして、まあ、僕はあのいろんなアーティストと一緒にいて君が留守番するっていうケースが多いんだけど、うん、この間いわきにね、そうですね、うん、初めて行って一緒に、うん、どうだったのあれは。いや、やっぱりね、最初いろいろ聞かされたりこう聞いたりしてて、うん、どういう心持ちでこうそこに入っていったらいいのかなっていうのはすごい心配だったんですけども、うん、でもこうやっぱりそこに行ってあってこうね、そこで頑張ってる人たちに逆にやっぱり励まされるっていうのかな、うん、なんかもう世間的にはその震災があって1年以上経って、うん、ちょっとこう忘れかけちゃってる人もいるんじゃないかなっていうような中で、うんうんうん、やっぱり行くと仮設っていうのはもうずっとそこにいなきゃいけないわけで、うん、まあ、本当の意味でこれが復興するのがあとまあ、10年近くかかるんじゃないかとも言われている中で、やっぱりその僕らが行くと彼らは僕ら何かをしなきゃいけないと思って行くんだけど、行くことに意義があるというか寄り添ってあげることが大事だなと、彼らを忘れてしまうことが一番いけないんじゃないかとね思って、で行くとやっぱり何だろう、何するわけじゃなくて一緒にお茶飲んだりお話しするだけで彼らがこう笑顔になるのを見て僕らが逆に励まされるよね、うん、そうですね、うん、なんでそういうことを思いながら作ったんだよこれ、うん、そうですそうですまあやっぱり笑顔っていうのは神様がくれたとても大きな
プレゼントだと思うんですけど、まあ、その笑顔ってみんなこう誰でもこう笑顔って作れると思うんですね、嬉しい時があれば。だけど僕らが持っている笑顔っていうのはもっと本当の喜びを知っている者の笑顔はなんかこう輝いてるなって、僕はすごくなんだろう、自分の教会だけじゃなくていろんな教会に行くような仕事を今しているので、いろんな方と会うんですけれども、やっぱり素晴らしい人だなって思うのはその人がこう輝いてる笑顔を見せてくれた時、そう思うんですよね、うん、で僕らもそうなりたいなと思って、もういつも笑顔というか僕らの場合ヘラヘラしてる感じだけどねでもやっぱりそう見えても、うん、もともとは僕たちは最初からいい人間だったわけじゃん、今もいい人間とは言えるかどうか分かんないんですけども、まあ本当に神様に救われてね、毎日本当になんか本当の喜びっていうものを知ってるって素晴らしいなって思いながら生かされているというかね、うん、すごいね、なんか喋んないとか言いながらすごい喋ってるんだけど、まあ、いいですよ、すごいいいこと言ってるんで。本当もうちょっと聞いてます、うん、なんだよそれいやいや何言ってるか忘れちゃったかな、うん、あ、そうそう、恵みだなって思って、うん、僕たちが神様にもちろん求めなきゃいけないんだけれども、神様の方がもう私たちが神様を求める前からもう恵みを与えてくださっていたんですね。私たちは気がつかなかっただけで、本当に救われた時はとても嬉しかった。そして今もその本当の喜びというものが継続しているっていうのは素晴らしいことだなって日々思いながら、神様に甘えながら暮らしているんですけれども、まあそのアメージンググレイスという曲をですね、これから歌いたいと思います。とても有名な曲でいろんな方が歌っているんで、僕らがとても好きな賛美なんで歌いたいなと思って、僕らなりのアメージンググレイスですけれども、ぜひ聴いていただきたいと思います。本当に驚くばかりの恵みを私たちは日々受けているという喜びをかみしめながら歌いたいと思います。アメージンググレイス聴いてください。
まあ、最後にいつもゲストの方に聞いてるんですけれども、まあ、お一人ずつ賛美って、はい、シンバルさんにとって何ですか、一言で言うと。賛美、はい、いやなかったら死んじゃいますね、きっと、うん、はい、でそうですね、うん、もう本当にじゃあ空気のような、うん、空気のような、そうですね、うん、ないと、はい、もう生きていきたい、そうですね、はい、ハリヤさんも、いや同じですね、ノーサンビーノーライフ、わーいいっすね、ええ、あノーワーシップノーライフ、そんな感じです。本当にね、賛美がないと生きていけないです、はい、それみんなそうだと思うんですけど、いや本当に最後締めていただいてありがとうございます。賛美、こちらこそ、ね、し続けてこれからも頑張ってクリスチャンミュージックをまでも引っ張っていってください。わかりました。また来てください。はい、ありがとうございました。この番組を見てくださっている皆さん、いつもありがとうございます。本当にさまざまな、ところで活躍しているクリスチャンアーティストの方、本当に、出演したい方、次戦他戦問いませんので、ぜひ、この番組に、リクエストなどお便りをください。そして、もっともっとですね、この日本が賛美にあふれる、素晴らしい、国に変えられていくことを、期待しながら祈っていきたいと思います。それではまた次週、我が魂の賛美でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。